社は爆ゲームでございます。ウィリアプリ2019やっていきましょうということでね、ちょっとお知らせのところにね来て、ウィニングレベル2019アップストアセールスランキング1位初獲得記念ということで、コナミさんこれねプレゼントの方が来ております。すごいよ。内容がね500マイクラブコイン、いや熱いでしょこれ。でスペシャルエージェントブラックボールプラス ×1 黒玉確定ガチャですね。そして星4のスペシャルトレーナー ×10 育成がはかどるということで、すごい豪華。まずはねちょっと受け取りますか。いやーこれすごいな、マジでやーばー。いきます、受け取ります。よいしょ、うおすごい。これもウィリアブリやってる人もログインするだけで今もらえますからね。じゃあね早速ねちょっともらったねブラックボール、確定引いていこうかな。黒玉確定ガチャ、いやーちょっとねいきなりの出来事でね、今さっきウィリアプリねちょっとやっててお知らせにねすぐヒュッて降りてきてきたんでね、うわー雷、しかも雷だったと。くー、誰だ誰だ誰だ、うわロナウド来た、クリスティアーノ・ロナウド、いやー来ましたねロナウド。確か27アップデ後ね能力変動してたんでね、いやーありがたいなこれ、めちゃくちゃ嬉しいんだけど。しかも黒角からロナウドというこの幸せ。はい、そしてねちょっとねせっかくスペシャルトレーナー ×10 もらったんでね、こちらクリバリ選手、昨日のね FP ガチャフォアガでしっかり当てて、ちょっとね育成していこうかなと。トレーナーだいぶつぎ込んでねツアー回して、ただこれちょっとめっちゃ来たね。来ます、行こう行こう、ちょ1個ずつ行こうかな、1個ずつ行って、まあ1レベルちょい上がると、2個ぐらいいいかな今、2個ぐらい行ったらちょうどレベル前行かないぐらいになるかな。あーこれもう1個、もう1個ちょっとね手こずってたからね、ここからツアー回しまくってて、おっ行きましょう。さあ、いやー来たー、ゴーということで、FP クリバリレベマー来たーということで、まさかのタイミングのプレゼントだったんでね。よし、ということで今回ちょっとねクリバリも使ってね試合の方やっていこうかな。さあ、ということで先ほどレベマにした FP クリバリ、そして黒玉確定ガチャ券で当たった雷ロナウドを使っていきたいと思います。あーどちらも不調、まさかのどちらも不調。これメッシとムバッペのところ行こうかな。じゃあ、リシャリソンも調子がかなり悪いですね。アスピリクエーター左に送ってその2選手が不調というまさかの試合起きましたね。お相手がベジェリーでメッシ、ジョルディアルバが FP か、よろしくお願いします。激アツすぎるでしょ。ということで今回はまあねレベマにしたクリバリとロナウド使っていきましょう。お相手の方よろしくお願いします。いきましょう。さあここからどう攻めるかだね。あーでもロナウドのとこはポグバ切ってくると、いやこれ入るよロナウド早速27アップで、ここのロナウド強いでございます。まあ今相手がね一瞬の隙があったんでね、これ縦入れてくるよね、まずいねこれ。ワンツー、いや遅いない、うまっうまっ、マジか、だいぶ早いタイミングのワンツー、バーディーか、抜け出しやばかったですね、早いな相変わらず。さあここだ、いやー止めるか、落ち着いてるな、ベジェリー早いな、ルーカストレーラーしっかりと、ここが空いている、ムバッペレディーゴーレディーゴームバッペレディーゴーレディーゴー、あー入らないか。ただサイドバックのところというかサイドのところちょっと空いたりしてるんでね、そこは狙っていきたいね。あーうまい、そこ入れてくるか、落としてくるかな、こっちめっちゃ空いてないっていうか、うおーロベカル怖え、ロベカル怖いな、やっぱこれロナウド行きましょう。
いやでもこの方うまそうっすね、ロナウド。うわ強っ、ベジェリンが速い。そしてベジェリンが速い、おい、ないぼ。メッシー、ロナウドが決めるならばこちら FP メッシーも決めていきます。負けじとね、この方ねワンタッチパスのあれがうまいんだよな。こういや、うますぎ、うますぎうまいな、あそこ。これね、分かってても難しいやつな、ここ。三角で。いや、ジェイミー・バーディーの裏抜きやばすぎるな。ジェイミー・バーディー。いや、でもこれ試合面白くなってきたよ。そうですね、スルーパスを出した選手からのメッセージ、決めてくれっていうようなメッセージをしっかり受け取ってのシュートですよね。よいしょー、あー、無理か。ロナウドのワンタッチでシュートできるところまで持っていったんですけどね。ショートコーナー行きましょう。これね、スルーで。アスピリクエター、いやー無理か。ちょっと左足に行っちゃったね。さらにショートコーナー行きます。あれ、ショートコーナー行こう。ルーカストレイラ強いです。ルーカストレイラ、ムバッペ、いやー、逆にやばい、逆にか、危なー。長いボールを送ります。スルーパス、危なー。ムバッペー、よいしょ、ナイス。さあこれだよ、これ。この後の攻撃はこの方うまいからね。でもポストに跳ね返ってましたから、さあただサポート探している。ここでリードを奪いました。いやー危ね、ここと、ここ止めれねえな。なんかグワーってくるとこね、グワーってくるとこがちょっと止めれてないけど。メッシ、うわー危ね危ね危ね。ロベカル、怖え。ロベカルがね、すごい時さっきからね、鬼上がってきたりあるんで。さあ、クリバリバトルしようぜ。ここはね、落ち着いていく。いやー、無理か。これ、あぶねー。後半行きましょう、ここ。しっかり守っていこう。パス回しうまいよ。逆かな。ナビケーター、ナイス。ナビケーターから大きく立て。あ、ミスった。ミスったな。早いぞ、ここから。ナビケーター。わー、ロナウドいい位置。メッシュ貯めたいな。いや、内部落ち着いていく。うわー落ち着いたけどね、ちょっと自分なりに落ち着いてみたけど。メッシ、いやー勝ってか、中央めっちゃいる。メッシ、あー時間くっそー、ちょっと細かかったね細かすぎて伝わらないドリブルだったけど。ロナウド、オッケー、ナイス。ダブルタッチから中空いてる。メッシ、いやー空いないか。運べたな運べたね、ペナない。まあ、ロナウドがうまくね、CB をあれしてくれてたんでね、引き寄せてくれてたんで。このボールに触ります。ここなよな、怖いもんな。通る。よいしょ、いやーマジか。ロナウド絶対決まったと思った今。ロナウド絶対決まったと思ったけど、
持って、あ、繋いでくるか。まあ、大立場としてはそうか、そこからショートパスでちょっと作るタイプか。ナビゲーター、空いてる、内部。いやループやっぱループむずいな今作。今回でよかった、キーパーもうちょい出てきて華麗にループで決めるっていう構想があったんですけどね。やっぱループ難しいな、ゲージがあの、いいよ、あー、そっち行くか。 OK ということで、いやー危なかったね。まあ、得点のところなんとか奪えて、ロナウドナイスです。いやーでも楽しかったね、ちょっと打ち合いになったねこれ。シュートのお相手の方のパスのねワンツーのところが非常に上手かったね。さあただここねロナウド、これちょっとワンツームバッペかな、いるけど出すふりみたいなね、出しかけるところでちょっとやめてね、まだロナウドの個人技のところで、シュートの部分ですね。ただここね早いなこれ、バーディーがむちゃくちゃ早かった。オフサイドラインギリギリのところで飛び出してくるあたりね、さすがのラインブレイク力で。これロベカル余ってるやつだよね、ロベカルが余っててそこ来て、多分2本ぐらいちょっと危ないのはあったけどなんとかですね。さあそしてここメッシ、これがやっぱ強いね、ここのメッシ、ここのもう領域は神のメッシですから、シュートも早いもんね。ただまたジェイミー・バーディはここ、この3人目というか1個ワンテンポあそこでね三角で置かれたので完全にやられましたね。さあただこちらも決めていく、ムバッペ、ムバッペがここ軸足当てて相手をなぜか弾き飛ばしてね相手をなぜか弾き飛ばしてのゴール、いやー楽しかったね。はい、ということで今回ですね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。アイテムとかね、ぜひ誰に使ったとかあればね、コメント欄の方よろしくお願いします。まあ、黒玉確定ガチャ券で誰当たったのかもね、ガンガンぜひコメント欄どうぞ。ということで皆さん今回ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクイピープル。